オリコンスタイルをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。全世界お花畑化計画を推進するお花アイドル、私たち、せーの、花里チューでーす。私たちはお花と女の子を展開していくウェブサイト花ガールと、アイドルユニットスーパーガールズ地域パレードジェムを率いるレーベルアイドルストリートのコラボによるユニットです。はい、そしてなんと今回ですね、私たちハナリッチが映画メアリーと秘密の王国のイメージガールを務めさせていただくことになりました。イエーイ、ありがとうございます。はい、そしてメアリーと秘密の王国はお花がたくさん咲いていて自然がいっぱいの秘密の王国を舞台としたアニメーション映画となっています。なんと今回ハナリッチ初の映画のイメージガールを務めさせていただくんですが、お花つながりということで選んでいただき本当に嬉しいです。はい、それに私たちはお花アイドルということでそれぞれに推し花があるんです。はい、太陽のもとに咲くひまわり、ハーチンこと坂本葉月です。ひまわり。はい、心のもとに咲くゆりりりこと岡田りりかです。ゆり。はい、愛のもとに咲くバラ、のんちゃんこと吉本ほのかです。バラ。はい、希望のもとに咲くガーベラ、ゆいこと三谷ゆいです。ガーベラ。はい、感謝のもとに咲くカーネーション、ももこと尾形ももです。カーネーション。メアリーと秘密の王国、なんと世界52カ国で公開されて大ヒットしているんです。そうなんです。それにあのアイスエイジの監督なんだよね。いや、イメージガールなんて光栄だね。ここで気になる映画のストーリーなんですが、主人公の女の子メアリーがある日突然森の中で小さくなっちゃうんですね、はい、そこに広がっている秘密の王国で繰り広げられたファンタジーアドベンチャーです。はい、お花と自然がいっぱいで映像も綺麗で、私も秘密の王国に迷い込みたくなっちゃいます。そしてメアリーの小さくなったきっかけを作ったのがお花のつぼみだったね。なんかハナリッチと縁がありますね。ありますね。私たちハナリッチがイメージガールを務める映画メアリーと秘密の王国は10月18日イオンシネマにて全国公開されます。皆さんぜひ映画館に遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。以上、私たちお花を世界に広めるアイドル、せーの、花里チュー。